めんどくせえ野郎だ。まだ攻撃してきやがる。俺に任せろってばよ。そんなにジロジロ見ないでください。修行の成果見せてやるってばよ。いざ尋常に一歩目始め。それでも男ですか。誰だって聞いてんだ。また会うことになるよ、ナルト君。待て。待て。ナルト。ソクロちゃん。さっきはごめん。これから同じ班の仲間になる人の実力を知っておきたかったんだ。何せどれくらい援護しなきゃならない弱虫野郎かわからないからね。なんだと。ちょ、これから仲間になるんだからいきなり喧嘩しないでよ。俺たちカカシ班のもう一人の班員はサスケだ。こんなやつ班員として俺は認めねえ。僕もそっちの方が気が楽だよ。木の葉を裏切り弱いくせに力ばかり求めてオロチマルの元へ走った。そんなオロチマルと同じようなゴミ虫野郎と一緒にされたくないからね。確かに大切なのはチームワーク。ごめんなさい、ナルトのことは許してあげて。ソクロちゃん。はい。一人でもマシな子がいてよかった。別に何とも思ってない。そう、よかった。でも、私のことは許さなくていいから。
師匠譲りの負けん気見せてあげるわ。君に興味はないけど任務だから倒す。いざ尋常に本命始め。それが作り笑いでも意外とみんな騙される。そう本に書いてあった。とにかくこれから4人ですぐ任務に入ることになる。ほら自己紹介。渦巻鳴門春のさくらです。サイと言います。